ウォーレイのジョリー・ロジャー・ウォーレイの次の旗黒クロジに、骸骨・リチャード・ウォーレイは、英国の海賊。アメリカ植民地の東海岸で活動していた。ウォーレイは8人の仲間と共に、小さなボートで、ニューヨークを出港したとされる。1718年9月、物資を積んで、ニューヨークを後にした一味は、デラウェア川まで南下し、ニューキャッスルまで遡ったところで、小型船を略奪した。 これは公海上ではなかったため海賊行為には当たらなかった。略奪された船はフィラデルフィアで海賊一味のことを報告し、植民地政府は討伐のための船を数隻派遣したが、これは無駄足に終わった。ブラックロビンと呼ばれる根結の男のフィラデルフィア赤スループ船を打破した。一味はこの船に乗り換え、仲間を加えて戦力を増強した。さらに一 二ヶ月後、食料その他の必需船を満載した、春船長のスループ船を打破した。亡霊一味の悪行を知った、植民地総督は、海賊討伐の布告を出し、サンディフィックに停泊していた、軍艦 HMS フェニックス号を追跡に向かわせたが、一味は、軍艦が沿岸を捜索している暇にないように、進出したためこれを逃れた。二十五人ほどになっていた。 ウォーレ霊の一味は黒字に、サレ神戸の海賊旗を作り、全員が掟きに署名した。ウォーレ霊の最後については二つの説がある。チャールズ・ジョンソンが海賊誌に記述したものと、天末の目撃者がジョンソンに手紙を送り、それがホイという形で掲載されたものである。ウォーレ霊一味がノースカロライナで、敬戦修理しているという通報を受けた、植民地総督は、 二隻のスループ船に70人の乗組員を乗せた討伐隊を派遣した。修理を済ませてジェームズタウンに向かった。ウォーレイはそこで追跡してきたスループ船を発見し、海賊旗を掲げて彼らに選手を向けた。ウォーレイは二隻とも略奪してしまおうと考えていたが、相手がイギリス国旗を掲げたのを見て劣勢であることに気づいた。一味は逃走を図ったが、 一斉砲撃の後切り込みにあい、激しい戦いの結果敗北した。ほとんどの者は戦死し、生き残った亡霊他壊名も翌日に公主刑に処された。ジェームズタウンの人々は三隻の船を街を襲いに来た海賊船と思い込み臨戦態勢に入ったが、三隻が互いに戦い始めたため驚いたという。1718年10月。 サウスカロライナのロバート・ジョンソン植民地総督は、ムーディという男が率いる海賊船がチャールストン湾に現れたという通報を受け、討伐隊を編成して派遣することにした。そこで港に停泊していたメディテレニアン号には二24門、キング・ウィリアム号には砲30門、リベンジ号には砲8門、さらにもう一隻のスループ船に砲6門を積み込み、海賊討伐船とした。 船長たちには、戦利品を分配しても良いと約束し、総督自身も同行することになった。彼らが出港する3日ほど前、港の沖に、海賊本船と稜船のスループ船が現れ、水先案内を求める信号を送ってきた。彼らは、小島で水を補給しようとしていたが、偵察船に阻まれて叶なわなかった。討伐隊の準備が整うと、 総督自らメディテレニアン号に乗り組み、4隻の船を引いて出航した。近づいてきた海賊船が雪原したところで討伐隊は一斉に大砲をあらわにし、一聖者を浴びせた。海賊船が亡霊のものだと判明し、総督はキング・ウィリアム号と共に沖に向かった海賊本船を追跡し、他の2隻に岸に向かったスループ船を追跡させた。 戦闘の結果、二隻の討伐船の砲撃により、スループ船に乗っていた、ウォーレイは戦死し、総督も、本船を投降させることに成功した。本船は、バージニア・岬で、ウォーレイに打破された、囚人護送船だということが判明し、男100人、女30人が乗っていた。男たちの多くは海賊に加わった角でカロライナにて、公主刑に処された。 総督が討伐隊の準備に関しての情報が漏れないよう、最新の注意を払ったにもかかわらず、一部の悪党がこれを海賊に知らせてしまっていた。当初通報されたムーディはこの知らせを受けて、直ちに出港し、代わりに王令がやってきて討伐されてしまったのである。一方のムーディは逃亡した後ミネルバ号からワインを奪うなどの海賊行為を働き、最終的には、 ニュープロビデンス島で王の斜面を受けた。ありがとうございます。